みえみえ、あゆ、そういうこと、あゆおやすみ。6月28日水曜日の午後9時になりました。はい、今日はパフェの日、毎月28日は鶏の日、米の日、そして女優藤原紀香さん、水野美紀さん、歌手で中村あゆみさん、シンガーソングライター中村あたるさんのお誕生日です。はい、おためー。改めましてこんばんは、みえみえことみえこです。はい、FM コザスタッフの塩素です。はい、今日はこの二人でお届けいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みえみえあゆなのにね、はい、あゆがもうしばらく来ないというお休みをある意味事件ですけど、はい、そう、体調が優れなくてですね、ちょうど梅雨が明けて、はい、気温が変わる時期ですからね。ねえ、すごく暑くなっちゃって もう毎日汗をかくね、この数日になりましたけどね。そうですね、もう時期、場所によっては30度超えもありますからね。ねえ、暑いよね。ね、今学校で働いてますけど、はい、プール入ってる子どもたちの声がね、はい、すっごく楽しそうで、あ気持ちいいと思う。この季節、ね、この気温で冷たいプールに入るのね、うんうん、今の時期もプールの授業があるんでしたっけ。そうそうそう、もう5月の中旬ぐらいから、このプールをね、掃除して、で水を溜めて、なんかペーハーをチェックしてみたいなね、なんかそうやって毎日チェックをして入っているんですけど、なんか5月の梅雨の時期はやっぱ雨が降ると、はい、水温とか気温が落ちるからすごく寒そうなので、そういう時は入らないようにしてて、あ、なるほど。あとなんか雷注意報とかね、あ、なんか最近そういった注意報が出てますもんね、うん、そうそう、なんか最近雷ひどかったよね。そうですね、ひどくて、どこかでもちょっと落ちたみたいな話も聞いたので、そうなの。今日は雨は降らなかったんですけど、昨日は結構降りましたもんね。ね、本当に。そう、こういう時にさ、梅雨明けたからやったねって言って、はい、家にある分厚いものを洗濯するわけですよ。はい、はい、ソファーにくっついてる座布団をね、はい、2枚洗いましたけど、はい、もう見事になんか干した後ぐらいの数時間後に雨が降っちゃって、うん、なんかもう見て見るふりしたんだけどもう2回ぐらい降られちゃったから、雨に。このもうずっとじゃないんですよ、ね、もう1回洗わないといけないこの降ったりやんだりの繰り返しといいますかね、本当に。なのでちょっと干すタイミングが分からなくなりますもんね。本当ね、また晴れの日が続くかなっていう天気予報なんで、はい、ちょっとそれをチェックしながらね、はい、洗濯もはかどらせたいなと思います。はい、じゃあ行きましょうか。週の真ん中水曜日夜9時、沖縄市パーカーベニューにある FM 小座のスタジオから元気に生放送をお届けしております。みえみえあゆのそういうことは、明日も頑張れる自分になるための元気注入リクエスト番組です。ラジオを通して私たちと一緒にゆんたくおしゃべりを楽しみましょう。6月のトークテーマはおすすめのお店です。はい、あなたの街のおすすめのお店、一度は行きたい、今話題のあのお店など、美味しいお話でもよろしくお願いします。盛り上がりましょう。はい、このほか自由なゆんたくを楽しむチューヌ現場、脱力系お悩み相談、あゆみつ先生のお悩み病院、みんなで乾杯、お疲れ乾杯があります。あゆみつへのご相談、私たちに試してほしい新商品の情報などもお寄せください。待っています。はい、メッセージの宛先はメール761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp 761は数字です。件名に番組名のみえあゆ、あなたのラジオネームを書き添えてください。またラジオの電波が届かなくても動画で見て世界中からコメントすることができるんです。 FM コザのホームページからツイキャス、またはユーストリームでお聞きください。ご参加お待ちしております。みえみえあゆのそういうこと、この番組は沖縄市の総合建設業ぎま組、沖縄市合わせのカラオケスポット歌姫、ヤドカリマークが目印の運転代行潮風の提供でお送りいたします。はい、では早速オープニングナンバーをお送りいたします。はい、じゃあお願いします。はい、梅雨も一応明けました。休みの日にはギラギラ光る太陽の下でビーチバーベキューで海に行く機会も増えてきていますね。はい、そこで今日は海で聴きたい夏ソングをお届け。1曲目はビールで乾杯、ノリノリなナンバーから
実は私も PV に出演しています。あゆね。私は PV はあゆさんが出ています。遠足に出てんのかなと思っちゃった。はい、それ要チェックだね。ある意味ね。お送りする曲は決め石でお二人様。お送りした曲は決め石でお二人様。
この後はチューヌ現場のコーナーです。中二現場、事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだよ。はい、最初のコーナー、フリートークのコーナーです。ラジオやテレビの現場で働く私たち、この時間は仕事やプライベートの現場で体験したことを報告したり、今月のトークテーマについてリスナーの皆さんと一緒にユンタクしたりするフリートークのコーナーでございます。今月のトークテーマはおすすめのお店です。そうです、ね。自分でお店やってる人はそれ宣伝していただいた方がいいかもしれないですね。そうですね。ラジオですので。はいはい、はい、読むかどうかはあの、うん、私たち次第ですけど、はいはい、ちょっと意地悪言いますけど、はい、よかったらいろんなお店紹介してください。ね、じゃあ今行きたいお店行っていいですか。はい。あの、私お肉大好きなんですよ。はい。で、そう仕事 仲間とその仕事 あの夏休み前のちょっと節目に行きたいねって言ってるお店がありまして、はい、那覇の坪屋にある焼肉蔵の釜、蔵の釜っていうところです、はい、知ってます？いや知らないですね、うん、どういったお店なんです？なんか焼肉食べ放題のお店で、120分大人3000円ぐらいですね。で牛牛とかホルモンとか豚、鶏、海鮮、アラカルトがあって、これに490円、まあ、税抜きで飲み放題をつけることができるみたいですね。うん、うん、多分なんかそうここなんか評判だよみたいなことを言ってて、はい、多分なんか人気のお店なんだと思います。うん、そうちょっと特徴分かんなくてすみません。みえみえさんは、はい、一人焼肉ってできます？あ、まだやったことない。あ、自分も焼肉、うん、まあ、焼肉屋自体行くことがなかなかないんですけど、うんうんうん、結構勇気がいるっていうのは聞いたことがありますね。そうだね、思い出したけどやったことある。あ、一人焼肉結構あのよく行かれるところです？それとも初めて入ったお店で？うん、初めて入ったお店だね。そうそう、沖縄県内だとなかなか一人であの飲食店に入りづらいというか、うん、入って一人でご飯食べてて、でなんかねちょっと知ってる友達とかが団体で来られるとなんかちょっと気まずいなっていう、はい、ね、あの思いをするので、うん、なんとなくね、そうそう、まあ、挨拶して仲間に入ればいいんだけどさ、うんうん、なんかそういう気分じゃない時とかね、ちょっと、うん、会っちゃったみたいになるけど、あのそう県外に
なんか用事とかで旅行に出かけてる時に、なんかその家でね、なんか弁当買ってなんか しょんぼり食べるのもどうかなと思うんで、なんか外に食べに行くんですけど、でその時にやっぱなんかテンション上がるもの食べたいよなと思うと、お寿司か、まあ、回転寿司か、うん、焼肉屋さんって思ってて、でなんかそう安くて美味しい、あのたくさん美味しいのが食べれるところって探して、で前福岡に行った時に行ったのは焼肉キングっていうところ、うん、まあ、今沖縄でもなんかその増えてきてますけど、チェーン店で、うん、そう向こうはなんかあの自分で取りに行く焼肉じゃなくて、はい、あのまあ、呼んでお店の人をでこれくださいって言って、もうなんかその都度運んできてくれる、うん、そうちょしかもいいお肉なんだよね。へー、 そうだそれがすごく良かったです。うん、でなんかテーブル席に一人で座ったんだけど、はい、まあ、それはそれで贅沢な気持ちでね、うん、で周りは絶対知ってる人ないしね、うん、そうそう、もうなんかちょっとセレブ感を満喫して、はい、一人焼肉楽しみました。一人で食べるのって意外と難しいですよね。あの気持ちの問題ではなくて、うん、沖縄ってあの、うん、知り合いと出かすいわゆる遭遇率が高いのでそう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 、どうしても一人で食事をしてても知ってる人に声をかけられるということが多くて、なるほどね、うん、その場のノリで一緒に食べることになったりとか、うん、先ほど言ったようにいわゆる一人で食べたい時にも誰かとちょっとお話しすることになったりとかもするんで、うん、案外そこのところ難しいですよね。うん、確かに。遠足も一人で食べたい時とかある？自分は、うん、人に入ってほしくない時とか入ってほしくない時は、今日はちょっとしんみりゆっくり食べたかったなみたいな、そういうのは特にはないんですけど、うん、行くとしたらいわゆる足立屋とか居酒屋のところには一人で行けますね、うんうんうん、自分はこの近くに足立屋という居酒屋、はいはい、食堂があるんですけど、うん、わかる。そこはもう値段も安いですし、うん、あと何度か行ってるとちょっと顔を覚えてもらえるので、ちょっとこそっとサービスもしてくれるんですよね。いいね、いいね、常連さんになったね。例えばこのおすすめの、うん、まあ、寿司盛り5貫を頼むとして、うん、一応ランダムでネタが来るんですけど、うん、通常は5貫なんですけど、うん、6貫1貫だけ追加してくれたりとか、そういったサービスもしてくれて、で安いですし、自分は仕事が終わってあと帰るだけの時は、うん、向こうでちょっと食べてから帰ることが多いですね、うんうん、ちょっと立ち寄りやすいよね、距離的にも、ね、なんかしかもね、あの料理もちょうどいい量がちょうどいいタイミングで出てくるんじゃない？そうですね、うん、本当に食べやすくて、でまあいわゆる自分はどちらかというと騒がしい方が好きなので、うんうんうん、逆に静かすぎるとちょっと食べづらくなるかなっていう感じがするんで、うんうん、まだ行ったことはないんですけど、バーとかそういうところ行ったら多分あの落ち着かなくなるだろうなと思いますねなるほどね。あ、なんかこのざわざわ感好きなんだね。なんか図書館の静かさも嫌なんでしょ？ね、そうですね。前言ってたよね。あの、ある程度騒がしい方が好きなので、なのであの今夕方の5時半頃にこの、うん、多分公民館あたりから流れてくるんでしょうね。この時刻は、午後5時半になりました。うん、児童の生徒たちは家庭学習をしましょうっていうので、うんうんうん、で最後に保護者の方はテレビを消して静かな環境を作りましょうって言ってるんですけど、自分それ反対派なんですよなるほど。静かすぎるとあの個人的な見解なんですけど、はい、絶対進まないなっていう、ある程度テレビの音声が小さくかかってる方が集中 、うん、しやすいかなって。そうですね、集中そっちの方がしやすくて、もちろんちょっとそっちの方にそがれる場合もありますけど、うんうん、そうそう、好きな話題やってたらね、あんまり静かすぎると、うん、逆にちょっと長続きしない感じでしたね、うん、自分は。へえ、なのでもうある程度勉強するんだったらもうちょっとあの少し騒ぐ程度だったらいいかなって思うんですよね、うん、まあ、でも私もその気持ちわかる、うん、なんか宿題とか、はい、あのちょっと勉強とか、 なんか資格試験とかマニアだからね意外とでなんか勉強たまにしてるんですけど、でなんか家で、まあ、なんか静かになんかもう勉強してるとなんか逆に、まあ、家の中だからなんかあ別の用事しなきゃみたいな、あ家事しとかなきゃみたいなことで、はい、なんかちょっといろいろ気が散ってしまうんだよね。うん、なのでなんか
外に出てなんか知らない人の目が周りにあるぞっていうのと、はい、あとなんかちょっとだけこのお店のフードコートとかでなんか BGM がかかってて、で隣の人の会話が聞こえるか聞こえないかぐらいの距離であってみたいな、そういうとこの方がなんか意外となんかこの薄いバリアを張って集中できるというか、あ、うん、なんかそういうのがあって、そう、あの時々ライカムさんを利用させていただいてるんですけどね、ライカムは意外と座ってこの机とか椅子とかもあるので、そういうの自由に座れる場所がいっぱいあるからね、向いてますよね、うん、意外と好きなのあっち、うん、ライカムでびっくりしたのがあの本屋があるんですけど、うんうん、あそこでテーブルがあるんですよね、あ、いわゆる本屋の中にね、買ってその場合すぐに読めるっていうのが、うんうんうん、普通のこの本屋って一応椅子はあるんですけど、うん、机とかそういうのはないところが多いといいますか、うん、まあね、いわゆるあの買ってもらうだけっていうのが多いので、うん、買ってプラスその場で読んでもらうっていうのは、うん、なんかすごいなってちょっと珍しいなと思いましたね。あ、なるほどね。でもちょっと進んでてですね、うん、実はあの那覇の、はい、オロクジャスコだったかなの中にある、本屋さんがあるんだけど、はい、そこのすぐ隣に確かね、なんだろう、本屋が、コーヒー屋さんがあって、はい、で、また提携してるか何かでなんか本屋の本を買わなくてもそこで読めるわけ、試し読みをコーヒー飲みながらやってもいいわけ、はいはい、あ、で、はい、買うかどうかは、まあ、その後、うん、まあ、お客さん次第みたいな。なるほど。そうそう、ちょっとすごくない、買う前になんかコーヒー飲みながら読んでいいっていう、これは汚したら買わないといけないけどね。これはコーヒーを頼んで読めるっていうことです。そう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 、コーヒー屋さんの中だから、うん、あ、そう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 、ただその、ま、買ってない本を読むためだけに座るんじゃなくて、うん、ま、コーヒー屋の、ま、椅子とテーブルなんで、ま、コーヒーを注文して、うん、ま、隣の本屋さんの本を試し読みする、うん、そうそう、ま、コーヒー